こんばんは、さらば青春の光です。びっくりしますね。はい。いきなりちょっと違う感じで。ちょっとね、もうシティシルにも飽きちゃいまして。はい、もう飽きるぞ。来週やるよ、どうせ。要は、やっぱり AKB エロ替え歌時代ですからね。はい。先々週からちょっと始まって。はい。はい。今週はですね、シティシルお休みしましてですね、はい、AKB のね、替え歌をお送りしたいと。思いますけども。そんな好評やったんですか？先週のね、実は放送がですね、大反響で。ほんまに？もう本当に、ラジオ界に激震が走った。いやいや、聞いてないよ。どういうことだ？ラジオで。替え歌ってどういうことだ？あ、そこ？ラジオで替え歌の方で激震が走った。そうそうそう。えらい下ネタ言うてるなって。まあ、下ネタの内容の、奥深さもね、音楽にマッチしましてですね、本当に、まるで、カンジャムのようだという、業界内で。話題騒然。連れてこい言ってた。俺もなんかいろんな音楽番組やってるね、スタッフから連絡来て、もうさ、あれラジオで止めとくんすかみたいな。何？デビューしましょうよ。テレビでやらないんすか。いや、できるか、こんなもん。ということでですね、今回はね、ただバカということで、マンジャムでございます。ね。カンジャムならぬってことですか、これね、もう、1000通近くの投稿が、それは確かに。マンジャムに寄せられた。ということで、いつもより多いですね。はい、私、ヒャダインポとしましょう。そうや、ヒャダインポやった。ヒャダインポをいかに立たせる、ね。そこやったの、ね、そう。いかにヒャダインポの、金銭に触れるかっていう、名のもと、みんながね、送ってきてくれたんですけども。センスはすごいですね。はい、カンジャムのようにね、しっかりと替え歌の内容を、紐解きながら、今回はお送りしたいということで。そう、スペシャルか。はい。はい、今週はですね、実は、ゲスト講師を。ゲスト講師、はい、お迎えしております。マンジャムってそのヒャダインポさんだけじゃないんでね、出るのは。まあいろいろ出てはるんで、ね。はい、いろんな方が出てますので。いや、でもこれは聞いてはる方、相当ハードル上がってると思いますよ。何です？どういうことですか？そうそうたる面々の名前ね。うん、はい、まあ何やったらもう本家の峯岸さんとか、大島麻衣さん。まあ最悪のろさんかみたいな話にはなってましたから。そうですね。で、もっと言うと、カモン達夫さん。ああ、言ってましたね。ね。来てくれないか。はいはい、でもそのね、面々を押しのけてですね、はい、いやもうやっぱ俺に出させろと、何やってんだマンジャムはと、俺を出さないで何がマンジャムだと、なぜその名前が先週出てこなかったのかみたいなことですか。そうですそうです、俺らも盲点でした。あ、そうかそうかみたいな、まだそう一戦でやってはったんですねみたいな感じで、お呼び、しました、はい、この方です。自己紹介お願いします。はい、こんばんは、ゲスト講師のツタヤチンポジこと、ルシファー吉岡です。よろしくお願いします。ルシファーさんやないですか。ツタヤ光一をツタヤチンポジ。はい。いいですね。持ち出していただきました。いやいや、ルシファーさん、はい。はい。何がですか。いやいや、やっぱりね、女性陣に来てもらいたかったみたいなところは。マンジャムって別にその歌番組じゃないから、そんなに。その紐解き番組ですから、カンジャムはね。だからそれなぞらえると、やっぱ、つたやちんぽじさんぐらいの人たちが、やっぱり解説をしていただくのがいいんじゃないかなっていうことで。いや、ヒャダインポより、つたやちんぽじの方が怒られそうですけどね。何がですか？若干、名前のことで、みたいなことはなりますよ。なんか、ポップさで言うと、ヒャダインポさんの方が、許してくれそうやん。その、ね、キャラクターも。その、俺らその、つたやこういつあんま知らんもんね。そうなんですね。でもまあエロ界といえばルシファーさんでどこはありますけれども、まあまあまあね、もうお笑い、お笑い界のチンポですからね、見た目がね、見た目がお笑い界のチンポですよね。チンポじゃないんですけども、チンポには詳しい、チンポ自身ではないです。お笑い界のチンポって言われてません？言われてないです。あ、そうですか。詳しいですよ。はい、さあそれではそろそろ参りましょう。さらば青春の光がただバカ騒ぎ。あ、俺言わんのここ、なんで言うてもだよ。改めまして、こんばんは、さらば青春の光です。はい、森田です。東野です。はい、さあ今週も始まりました。はい、そして今回は、ね、ルシファーさんが、はい、来てくれるということで、はいはい、もう公平な目で見ていただいて、はい、これ最後もうベスト決めるんですか、はい、
これが良かったっていうのは、あまあそれ先生に決めていただいてもいいですしね、うんはい、あ決めます、うんうんはい、そうですね、うん、いかにじゃあこれは勃起させれたかみたいなこともあるんです。ヒャダインポの場合はね、ヒャダインポの場合は、まあだからチンポジは、いかにチンポジを動かせたか、うん、あんだけ微動だにしないチンポジを、今全然良くないところにおると、なるほど、チンポジ先生は、はいはい、これをむくっと、いい方向にむくっと動かしてくれた人が、まあ、かりました、デビューへの、うん、デビューへの道が、はい、何が手でね、いやいや先生手使えないですよ、使えない、なるほど、先生は手を使わずに、チンポジを動かすっていう、はい、あれなんで、はいはいはい、じゃあもうこれは30分、うん、これでいくってことですね、うん、はいはいはい、了解しました。いや本当に、はい、ほんま玉袋新太さんも本当お願いします。おいおい、古田新太さん遠いって、それは玉袋新太さんも本当お願いします。せめて新太の方やっとけよ、なんか古田の星でお願いします。TBS ラジオ公演コンサートイマジンが送る恒例のイマジン七夕コンサート、7月7日木曜日、東京赤坂サントリーホールで開催。コウモリ序曲、グラナダ、ジェルソミーナ、夜空のトランペットほか人気曲が盛りだくさん。オーケストラと実力派ソリストたちの熱演にご期待ください。チケットは各プレイガイドで販売中。詳しくはイマジンチケットセンター 03-3235-3777、 03-3235-3777、 または TBS ラジオのホームページイベント情報まで。さあ本日はルシファー吉岡先生を迎えしてマンジャムをお送りしております。あのまた今週も、ラジオクラウドでは残らないと2週続けてなってます。なんでやねんと思うよね。いやでもそれはあかんねん、ね、全然違うやんけ。違うこともないこれで怒ってくる本家は自意識過剰ですけどね。著作権的なことでしょこれは。もうね、そうじゃない、何をしてんねんじゃないの。そうか、うん、そうしても怒られるんやけどな結局は。そうか、2個怒られるのかな。そうですよ。まよ、はいはいはい、さあ、うん、それでは早速カルタを紹介していきましょう。はいはいはい、まずはですね、恋するフォーチュンくんにからいいですか先生。もういいです。いいです。もうね、はいはいはい、はい、さあそれでいきましょう。ラジオネーム、伊達メガネ正宗、うん、はい、私が歌いますから、はいはい、違う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 って、それあなるよ。恋するフォーチュンくんに下遣い、そんな悪くないよ。ヘイヘイヘイ、だけどあなたが舐めてるのはアナル。次こそフォーチュンくんに、そうそう、そこが気持ちいいのよ。あんあんあん、あんあんあん、修正したいな。くんにが上手なあなただけに、気持ちくなれることしてあげる。次は私が舐めるあなたの股間。まあほぼほぼ股間だけですけどね、こう替え歌として合わせてきたのは。いやいや、元歌と全然違いますけれども、股間と股間だけですよ、ほぼほぼ。まあちょっと、まあこれも物語性が若干あるのかなと、うんうん、まあ初心者あるあるみたいなことですよ、これは。初心者あるある。アナルを舐めてしまう。先生、我々でもね。いやそれはないです、ね、それはないですよ。ないですか。聞くを、はい、我々聞くを舐めないですよね。いや、いきなり聞くはないですね。いきなり聞くはないですよ。あるあるですか、お前あるあるや。いやいや、そんなないですけれども、君に言うとね、うん、まあでも、なかなか絵は浮かびやすいかなと思います。まあ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 、と、こんなことは現実に起こり得ないっていう。でも、その、間違ってっていうのは起こり得ないかもしれないですね。もしかしたら。舐めたくて舐めてる時ありますけどね。そうなんですよね。あれ共感されてます、お二人は。ありますか、これは。あります、あります。だから、うん、その初手で、うん、あの菊を舐めるっていう人はいないと思いますけど、そのそろそろっていう意味で言うと、やっぱ菊に下がっていく。そろそろ行くんやん。はいはいはい。だん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 菊の方に下がってって、はいはい、怒られながらもそれでも無理やり行くみたいな。ちょっと怒られながらもみたいな。許可は取るのは後なんですね。え、はい、怒られてから一回行ってみてからっていう、ね。そうですね。だからそのあそこの場合は、はい、ペロペロかもしれないですけど、菊、うん、になってくるとチロチロに。
そのオノマトペなんですね。そうなんですよね、やっぱり。ああ、チロチロ。そっかそっか、くんにはペロペロなんか。ああ、菊の場合はチロチロ。これはプレバトですね、確かにね。それが入ってればもう少し良かった。チロチロは季語になりますもんね。プレバトや。チロチロが入るとペロペロはもう年中ですけども。なるほど、新しい目線ですよ、それは。そうですよね。多分結構この量紹介できない。できない。もうちょっと早くいきます。いや、深いから企業が。まあまあ、喋りたかった。わかりました。じゃあちょっと、じゃあ続いてまたフォーチュンくんにの方、もう一ついきます。ラジオネーム、ぺちゃんこサイダー。恋するフォーチュンくんに、匂いはそんな悪くないよ。どていてい、膣に、入れるには前儀で濡らすこと。パートのフォーチュン君に、ホーケイいつもよりよく向こう。ホーケイケイホーケイケイ、童貞捨てて世界が変わる。ピューッと出てくる精子が踊る。生まれて初めて感じるこの快感。なるほど。いいですね。童貞ですね。童貞テイント。なんか初心を思い出すというか。そうですね。確かにその、そもそもそのフォーチュンクッキーって、そのクッキーの中におみくじが入ってるみたいな。そうですね。フォーチュンクッキーは。はい。なんかそういう意味で言うと確かに最初に君にするときって、まあおみくじ的な要素。匂いのかもしれない。誰も求めてへんやろ。匂いの、おみくじに、匂いそんな悪くないよって書かれてた。自分にとっての大吉かなっていうのやっぱありますよね、確かに。なるほど、おみくじみたいなところが共通点であると。変え方もうまかったね、これ。割と沿った感じというか。はいはいはい。童貞捨てたもんじゃないのところをね、童貞を持ってきてっていう、ピュッと、ピュッと出るでしたっけ、みたいな。あっと驚くのとこもピュッと出るっていう、うまいですよね。変え方的にもいいと。これはじゃあ、チンポジ動いたんですか、これは。先生どうですか、チンポジは。ちょっとまだ動かない。なかなか厳しい。そら早い。フォーチュン君にではまだ先生も動かないですからね。わかりました。じゃあ続いて、フライングピュットの方に。お、フライングピュット。いきますね。ちょっと待ってください。はい。ラジオ。どっから行くか言ってくださいね、ブブさん。どの辺から行くか言ってくださいね。どの辺から行くか。歌い始め。そうそう、歌詞カード見てますから、こっち。照らし合わせてるんですね。そうそう、そらそうだから、あの、急にサビから行かれると、ちょっと、あの、追えなくなるんで。なるほど。もういきなりこれは。もうサビ。はい、フライングゲットを書いてますね。はいはいはい。わかりました。では行きましょう。ラジオネーム、クソミチョゴリラ。フライングピュート、僕のチンコの先が、気持ちいい気持ちいい、今すぐ口に出そうかな。フライングピュート、行きそうとか言う前に、お口の中ピューピューと感じるままに、誰にされても口ではいかんけど、君が僕のペロペロしてくれるのは鉄板。フライングピューとなぜかいつもより早いく、君のフェラのすべて僕のツボ好きだから、ラブプラヒュー。ラブプラヒュー、ラブフラピューですね。ラブフラピュー、フライングピューでもフラピューですね。はい、というラジオネームクソミチョコレートでしたけれども、わからんでもないですね、これ。だからお口ってことですね。俺もね、実はね、ちょっとフェラで生きにくいタイプなんですよ。ああ、僕もですね。先生、やっぱ僕らぐらいになるとやっぱそうなんですね。フェラで生きにくくなる。出会ってないだけかもしれないですけど。ああ、それぐらい。だからフェラの、フェラより手こきの方がまだ生きやすいというか。共感はなんかしにくかったってことですか。いやいや、だからしやすかった。だから俺は、すっげえな、この人の。フェラっていうことでしょ。これ言ったら、この人は、多分、普段口では行かないですけど、君のやつでは行くよっていう、たまにおるよね。めっちゃフェラ気持ちいい人。そうですか。はい。もう温度とかですかね。温度と唾液の量とか、なんだこれはみたいな。ピンサロですか？え？ピンサロですか？ピンサロもそうですし、一般もそうですし。なんか確かになんか、ふわふわしてる人たまにいませんか？どういうことですか？口の中が。なんか口の中が。あ、わかる。なんかね。ふわふわ。ふわふわ。なんだこれはっていう。包み込むような。ジェラピケかみたいな。何や、そのおしゃれ、おしゃれ部屋。口ジェラピケみたいな。
っていうと、チンポジはこれはいかがでしょう。チンポジですか。はい。まだです。中ですね。ちょっと私もヒャダインポとしましてもまだ。ヒャダインポまだ。ムクも出てない。ムクも出てない。出てないですよ。こんだけ共感したのに。まだね。あ、そうですか。じゃあもう一ついきましょう。はい、ラジオネーム、嶋里前鳥。お。フライングピューと僕はトイレに入り、君がシャワーの時に抜いておこうか。そうしてないと僕は入れるより早く、いてしまうんだもの、ソロだもの、すぐだから、参考期で。はい、これもちょっとあるある。一回抜いといた方がいいかなみたいな、まあ、誰もが一度はちょっと思ったことあるというか、うん、はい、先生これどうですか、はいはい、若い頃はね、うん、ああなるほどね、うんうんうん、でもなんか、うん、今となっては非常に懐かしい感覚だなという、はい、うん、もう年齢的にもこんなことはない、逆ですものね、なんかその、うん、シャワーで抜くというよりかは3日前から我慢するって気持ちになってますから、でも確かにそういう時期ありましたし、うんうん、そのなんならそのシャワーの時が一番楽しかったみたいな、うん、確かに、ね、確かにあの時間がね、あの時間が良かったっていうのも、まあ、はい、ありますからね、うん、非常に共感できましたね、はい、風俗のお話ですかこれは。はい、全然実体験。実体験、あ、うん、何ですか、あ、あれですか、うん、今の彼女さんとってことですか、それは。あ、いや彼女はいないし。なんだ。あれ彼女は。先生彼女いない。あれ先生彼女いなかったですけ。いないし、フリーで。あ、本当ですか。はい、いやだからその経験談かなと一瞬思ったんですけど。あ、違います。そのフリーで、はい、まあいろいろやってる中の一人の話です。うん、先生はモヤリチンですから、ね。はい、あ、本当ですか。なんかイメージが。数々の、ね、はい、プロデュースをしてきてますからね。はい、プロデュースを、ね。プロデュースをしてきてらっしゃる。はい、はい、あ、そうです。僕ちょっと彼女さんが長く付き合ってらっしゃる彼女さん。あ、いないです。じゃあそれお笑いファンしか知らんから絶対に否定するからね、はい、まあでもまあ分からんでもないですねこれはね、うん、なんかこれも、はい、なんやろこれ言ったらいい格好したいってことでしょ、うんうん、でももうなんか俺らぐらいの、うん、あの年齢になってくると、うん、もうなんやったら早行ってもええやんってちょっと思ってますけどね、早行った時の褒め方でまた向こうを、ね、なるほど、そう、どれだけ君が気持ちよかったんっていうね、はい、で、そんだけ早いくってことは、はいはい、もう一回やれるから。ああ、はい、なるほど。もう一回いけますから。あ、はいはい、元気ですね。まあまあ、その、そんだけ早いくってことはですよ。はい。っていうのはありますよね。ね、はい、はい、うん。ということは、これは、ただ一歩さん的には、ちょっとムクッときたと。うん、まあ、まだですね。まだ、おい、つたやさんは。つたやさんもまだです、ね。まだですか。たまにさ、めっちゃ早かった時さ、うん、風俗とか行ってさ、はい、え、もう何日溜まってたのとか言われてさ、はい、昨日抜いてんけどな、みたいな時ある。うん、あ、それ嬉しいですよね、でも。言われた方も。向こうはね、はいはいはい。テンション上がるでしょうし。うんうんうん、なるほど、うん。まだでも出てないですね。まだね、ちょっと。わ、うん、かりました。じゃあ続いていきましょう。はい、ラジオネーム、うんちパフェでございます。あ、出た、うんちパフェ。はい、ロコ。まだ今回も、うん、歌っていただいております。はいはい、はい、何ですか。これはフライングピュットで。フライングピュット。はいはい。さあ、じゃあお聞きください。お願いします。はい、うん、フライングピュット、僕が一安先に、君の精子今すぐ出してあげようか。フライングピュット、他に行かれる前に、チンコのうちピュービューと感じるまんまに、誰かいても、他の子がいても、君と二人行っちゃう行っちゃう隠れてパンパン。フライングピュートだから誰より早く周りの女たちを出し抜いて行きたいから路地裏で。は？どういう状況？これは外ですかね。なんか途中まで俺宅飲みなんかなと思ってましたけど。はい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 。うん。だからまあ場所的に路地裏と言っておりますから、だから誰かいないうちにやってい、うん、行こうみたいな感じですね。やっぱうんちパフェはね、女性なんですよ。あ、やっぱそうなんです、ね、やっぱ女性目線のやっぱり、うん、あの歌ね、あのうんちパフェは送ってくれるんで、うん、はいはいはい、はい、うん、エロです
うん、あ、これ言ってることすごいですよ、これ。誰かいても他の子いても、うん、と二人行っちゃう行っちゃう隠れてパンツ。だから、そっか、外で二人で歩いてたりとかしたんかな。そういう意味ですね。だからちょっと二人でちょっとカラオケ抜けてみたいなことなんだ、ね。誰かに抜かれる前にっていうの、だからそっか、確かにコンパ会場から抜け出して、はいはいはい、あ、モテる男なのかもしれないですね。なるほどね。これはそう。これ先生経験どうですか。いや、これは僕は経験ないですけど、うん、やっぱないや、ごめんないことないと言って、これはだから、ジグザグジギ池田パターンです、ね、うんうん、やっとけ、結婚前の話ですからね、このパターンですね、男前ですからね、男前ですから、やっぱり、はいはい、なんか、うん、これは本人が言ってたんですけど、うんうんうん、なんか改めてラブホテルに入っちゃうと、うん、なんか冷めると本当は申してましたね。そっか、そのままの熱量で、そのままの熱量で行きたいと、ね、結婚前の話ですね、はいはいはい、ですよ、これをモグライダーともしげがね、うん、歯食いしばって見てるっていうともしげ目線のね、ともしげさん目線のやつも欲しいですよね、ちょっとね、いらんわ、はい、これがまあフライングピューって歌ってもらったんですけども、もう一個歌っておりまして、はいはい、うんちパフェが、それがですね、ジュークのあれ、あの紙飛行機曇り空はあっても、まあちょっとね、こちらから言ってました、名前出してましたけど、はい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 、歌ってみましたと。なぜかね、ちょっと先生、これ、ジュークも、はい、ジュークのも、ちょっと流れでね、先週、はい、送ってくれってなったんで、はい、あの紙飛行機、はい、曇り空割って、あの名曲を。はい、歌詞あります、はいはい、歌詞カード。歌詞カード。歌詞カードください。歌詞カードください。なべちゃんの手元。はい、ちなみに、さっきのうんちパフェは、どうでしたか、うん、その、まあ、生歌で歌ってもらいましたけど。うん。はい、うん、うん。よかったんじゃないですか、よかったです。うんうん、その僕としては、まあ、シンプルに女性が歌ってると思わなかったんで。はいはいはい。そこのピクがありました。あとあとピクが。ちょっとその、あとピクがありました。そこピクがありました。女性の声で、はい、ピクが。ピクが、はい、ありました。簡単やな。いろんなエロいこと言うてましたからね。ちょっとだけチンポジが、うんちパフェの声だけで動いたっていう。内容はじゃなくて、内容じゃないですね、はい、そうですか、わかりました、じゃあこれ聞いてみましょう、うん、はい、はい、お願いします。数字を舐めたチンコの裏、ガチボーキしゃぶぶて硬くさせるよ、いつかこのフェラチオを持ってマスをかけるはずだよ、死んでも忘れるな。あ、うまいね、経験ありなんやろな、これはな、すごいね、うんうん、このフェラチオを持ってもう一回しこれみたいなことなんですね、っていうことなんですかね。なるほど、マジでさ、うん、ジュークより響くよね。なわけないやろ。やめろ。え？素晴らしいよな。ジュークもこの歌詞を歌ってたら、うん、倍売れてるやろ。売れてるか。なもん。トリプルミリオン言ってたと思うな。もっと男ファンついたね。ついたよ。やっぱ当時女ファンばっかりやったね。マスオーか。すごい。これはでも動いたんじゃない？お互い。うん。どうですか？まだですね、うん、まだですか、うん、吉岡先生も、うん、そうですね、うん、歌としては良かったですけど、歌は良かった、歌は良かった、じゃあ続いてなんですけど、はいはいはい、これラストですか、はい、ラスト、ラスト、はい、うん、ヘビーローションの方でヘビーローション行きたいんですけども、はい、ラジオネームムケオです、ほら来た、はい、うん、ワンワン、ツー、スリー、フォー、ペレスペレスペ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 レスペレスペレスペスペレス、アイウォンヌメ、アイウォンヌメ、アイラブドピャ、アイラブドピャ、アイニベシャ、アイニベシャ、祈祷の先、ガンガンかけてくペペローション、ヘビーローション、ペン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 。ペンペンペペン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 
こんな季節になれるってローション。すごすぎるよ、ベース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 。I want me, I want me, I love the beer, I love the beer. I need better, I need better. ローションかけて、どんどん近づく成長にマーク。スハイテンシャン、パララスパスパラス。I want me, I want me.I love the beer, I love the beer. アニベシャ、アニベシャ。人口の奥、じゃんじゃん出てくる精子たち、ヘビーローション。パン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 。あアイボンヌメ。ああ。どういうこと？なかなかね。いや別にさ、替え歌がおもろいとかじゃなくてさ、アイボンヌメがおもろいだけ。アイボンベシャ。素晴らしいね、これは。ああ。でもこれ先生どうですか？素晴らしい作品でしたね。見てください、我々2人。はい。ギンギンです。心拍も動いて。こいつで？ヌメ。藤巻亮太です。僕がオーガナイズする野外音楽フェスマウント藤巻を山中湖交流プラザキララで開催します。今年はじっくり楽しんでいただけるように2日間の開催です。富士山を望む山中湖畔の会場で皆さんと音楽で一つになれる瞬間が今から楽しみです。ぜひ会場でお会いしましょう。 TBS ラジオ公演マウント藤巻2022 10月1日と2日に開催。チケットなど詳しくは TBS ラジオホームページイベント情報、またはサンライズプロモーション東京 0570-00-3337 まで。はい、エンディングでございます。ちょっと、まあ、最後ムケオにやられましたけど、やっぱりさすがムケオですよね。はい、米津玄師ですね。誕生会の米津玄師、はい、藤井風うんちばらが藤井風で、はい、向けは米津玄師、はい、そこまでですか。やっぱり音楽界で、ああもうこれ二人同意で今回は向けをに動かされたと。ちょっとね、ちょっともう先生やられましたか。やられましたね。でもほぼ原曲ままのとこ多かったですよ、ね、そんなことはどうでもいいです。どうでもいいの。バイオンヌメーなんですよ、はい、ちょっとクラウドでもう一回聞きましょうかこれね。流されんのか。そうか、いやーおもろかったな。ちょっともう一回聞きたいもんね。もうさすがに時間ない。ちょっとあそうだからあそこだけでいいんじゃない。アイオンヌメの最初だけでいいです。だから最初だけね。ワンツーこれハンパスね。ワンツースリーフォーペレスペー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 ス。アイオンヌメアイオンヌメアイラブドピャアイラブドピャアニベシャアニベシャ。きっとおもしろい。ここだけやね。ここだけですからね。話の強化はどうでもいい。アイモンのね。アイモンちゃん。ローションの、ローション使うときビヨンとして。ヌメ全部、なんかあんまない感じ。ないない。ヌメって。ベシャー。ベシャいや、トロトロとかやったらね、ちょっとわかるんですけど、いや、やっぱこの辺が、使ったことないでしょうね、多分、向きはね。やっぱり、童貞の哀愁もあるよね。いいですね。はい。まあ、文句なしじゃないですか。おもろすぎたな。歌い方もおもろいしな。はい。独特でしたね。やっぱりね、現代のミュージシャンにない歌い方ですから、やっぱり独特ですよ。めちゃくちゃ忙しかったですもんね。ごめん。コーラスも自分で言わなきゃいけない。アイウォンヌメ、アイウォンヌメ。いや、ありがとうございます。1000通以上来ました。はい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 。またこれはね、やるかもしれないところですかね。さあ、メールの宛先は、さらばアットマーク TBS.CO.JP。番組でメールを採用した方で欲しいという方にはノベルティ向けを我々から差し上げます。さらにこの放送終了後の3時半から無料のスマホアプリラジオクラウドでおまけのトークを配信します。こちらまたルシファー吉岡さんが、参加していただきます。まあ総評ね、そこでまた総評を聞いて、またエロ話も聞けるかもしれないですから、よろしくお願いします。はい、ということでお相手はさらば青春の光の東村と森田と吉田翔子でした。じゃあまた。
山里亮太です。私が一人で喋り尽くすトークライブ、山里亮太の140全国公演開催中。5月28日土曜日は今回が山里亮太の140初開催となる熊本でお話しさせていただきます。詳しくは TBS ラジオイベント情報をご覧ください。 TBS ラジオが手掛けるオーディオムービーの最新作 Call Me Not。 Call Me Not。 主人公は日本の不動産投資会社で働くビジネスマン、Unknown caller. Hello. オーディオムービー公式サイト、ポッドキャスト、YouTube で配信中です。Who are you? The number you've called is disconnected. この作品は全編英語で作られています。Streaming now. FM905 AM954 TBS ラジオです。ラジコでもお楽しみください。